エルフアリア。あまりの独特なシステムから、三機両論ある RPG、ドラクエやファイナルファンタジーといった、RPG が大人気だった発売当時は、非の意見が多かったと思いますが、システムを理解すると楽しめる作品です。経験値の概念がないため、いくら敵を倒しても、レベルが上がることはありません。その代わりに魔物に占領されている街を、解放するとレベルが上がります。さらにお金とお店の概念もないので、すべて敵からドロップ品で賄うことになります。ここで重要になるのがメルドシステムです。いわゆる、装備、で、5つの欄に防具でも本でも、アイテムでも何でも装備できます。このアイテムに設定された、パラメータや組み合わせが、そのまま強さになるわけですが、これが理解できないと、街を解放しろと言われても、レベルは上がらないし、何をしたらいいかわからなくなり、やめてしまったプレイヤーもいたことでしょう。いわゆるハクスラ型のゲームであり、そちらが好きな方にはおすすめできる作品です。ストーリーも主人公隊員のもとに、謎のエルフの少女が現れ、共に旅をすることで、世界全体を救うという、オーソドックスなものですし、概ね高評価を得ています。当時やめてしまった人も、もう一度プレイしてみてはいかがでしょうか。魔天伝説、戦慄の大パーツ。時は世紀末。突如日本列島が宇宙に飛び出した。という衝撃の展開から始まった本作は、かなり独特なシステムと、実写を取り込んだグラフィックから、ゲーム雑誌等で注目されました。全体的にアトラスの女神転生を、意識した、作りとなっており、フィールドマップは 2D で、ダンジョンマップが 3D だったり、一部イベントをクリアすることで、モンスターが仲間になったり、古代文明がストーリーの、要だったりといった点から、見受けられます。一方で独自の展開として、宇宙に飛び出して、文明が崩壊したということを、意識するためか、金銭の概念がなく、武器については、エネルギーというポイントを、割り振って成長させるというシステムが搭載されています。と書くとなんだか楽しいゲームに感じられますが、当時発売後の評判は決して良くなく、劣化メガテンのような扱いを受けてしまいました。ジャングルウォーズ2、ゲームボーイで発売されていた、ジャングルウォーズの続編、動物たちと人間が共存する、ジャングルが舞台で、主人公はジャングルボーイ、古代魔法を復活させ、ジャングルを征服しようとする、ウルールダンを倒し、ジャングルの平和を守るというストーリー、オーソドックスな、ターン制コマンドバトルの RPG で、基本的にシナリオは一本道ですが、自由度が高くサブイベントを含めて、どこから攻略しても良いという点が特徴的。また運勢という概念があり、ステータスに記載されている運勢によって、獲得経験値が変わります。ただ特徴といえばそれだけのもので、内容もシンプルで、ストーリーもわかりやすく、ゲームバランスもそんなに難しくありません。
子供向け、RPG 初心者向けの作品です。私は遭遇したことはありませんが、致命的なバグがあるとのことなので、中古で購入する際は気をつけましょうね。サイバーナイト2、地球帝国の野望。前作の直接的な続編となるゲームで、宇宙戦艦ソードフィッシュの傭兵となって、異星のテクノロジーである、バーサーカー及び、そのバーサーカーを利用した、機械生命体と有機生命体が融合した、サイバービーイングの発見により、暴走を始めた地球帝国の野望を阻止する、というストーリーになっています。また、前作の象徴であった、宇宙戦艦ソードフィッシュが捕らえられたため、ガルボダージュという、新たな戦艦が手に入り、結果、新たなシステムが追加されたり、戦闘システムが変更されたりと、前作に比べると大幅な変化が、加えられています。しかし宇宙の果ての冒険であった、前作とは異なり、人類圏内での物語ということで、様々な交渉の結果、改変されたものも多く、ハード SF ファンには嬉しい作品と言えるのではないでしょうか。大怪獣物語。全体的に高水準な出来栄えの良作ゲーム。別世界から召喚された主人公が仲間と共に、魔王を倒すファンタジー RPG の王道ストーリーなのですが、ほのぼのとしたイラストとは裏腹に、残酷なイベント、憂鬱な展開と、かなりハードなシナリオになっています。終盤のトラウマダンジョンとイベントは、記憶に残っている人も多いはず。これ以上はネタバレになってしまうので、詳細はぜひプレイして体験してください。このうつ要素ばかりが話題になる本作ですが、仲間にすることができる9人のキャラは、とても個性豊かで生い立ちも様々、悩みの解決で最強の必殺技を、使えるようになるなど、感情移入しやすいです。私は主人公以外女性のハーレムパーティーを組みました。戦闘バランスやストーリーは少し歯応えがありますが、回復魔法が先行して発動するなど、救済措置も用意されていますし、演出もとても凝っているので、初心者から上級者まで幅広い人が十分に楽しめます。
アクタリオン、スーパーファミコン全盛期、様々なロールプレイングゲームが制作されました。ドラクエ、ファイナルファンタジーに遅れを取ったメーカーは、様々なオリジナルシステムをゲームに搭載して、特色を出すことに尽力してました。ゲームマニアでもあまり聞き慣れないだろう。本作もまたその一つで、ストーリーとしては、世界征服を企む敵である、ホムンクルスを討伐するという、非常にスタンダードなものですが、サブパーティーを結成して遊ぶ、2パーツ制だったり、魔法を合体させるという、後のゲームでは比較的よく見るものの、当時は非常に斬新だったシステムが、盛り込まれた作品となっています。癖のないストーリーと癖のあるシステムで、知っている人からは、高い評価を得ている作品で、現在ソフトにはプレミアがついています。平安風雲伝、平安時代の日本を舞台とした、ロールプレイングゲームです。主人公は陰陽師の神楽という少年で、仲間は有名な陰陽師の阿部の生命や、その他の陰陽師や武士や巫女で、対する勢力は、陰陽師の足や道満と、彼と手を組んだ、末路はぬ民として鬼と呼ばれた、山わろ一族という存在となっています。RPG としてはオーソドックスな作りに見えますが、経験値が入らない代わりに、非常に強力な力を持つ、式神を召喚して戦わせることができたり、貨幣の概念がなくて、アイテムを物々交換で手に入れる必要があること、そして何よりも、戦闘で死んだキャラクターが、二度と生き返ることがないという、リアリティの高い設定から、現在でも一部の人たちから愛されている、隠れた名作として知られています。しかできないプレイ